本日のゲームはエスタディオヌエボトリウンフォで行われます。この時間はガンバ大阪対いわき FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。サイドを紹介します。向かって左のエンドから攻めるのがガンバ大阪、画面右側がいわき FC。 ムシアラ狙いしましたんですがヘディング決まりません。ムシアラこの試合最初のシュート。ムシアラからハーランド、ここから打った、ヘディング際どいボール、これは奪い返します。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。流れを止めます。さあ左へ預けて、このセカンドボールは半田、裏へ届くか、撫でるようなボールタッチ、スクイーボール。ガンバはこの前半まだシュートが打てていません。右サイドへ振って鈴木、今日の注目はやはりシャビアロンソですよね。そうですね、状況によってパスを使い分ける判断力です。シュート、ショート遠藤から宇佐美、これはクリア、スペースへ渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。ここは大きくクリアの対応、ここは下げます。半田、鈴木、縦のボールを入れてきますがこれは合いません。このパスがつながります。裏を狙っていきます、これはつながりません。中谷このボールに触ります、スペースを使う、ムシアラ、この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。バーへのボール、ディフェンスこれを読んでいた。前半31分が過ぎたところ、さあ左サイドへ、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。アラウホから柔らかいパス、スルーパス、ドア、さあ上げる中央へ、クリア、このピンチをなんとか出します。ハツセ、遠藤へ、宇佐美、素早いパスで攻め上がっていきます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。テオ・エルナンデスからエンバペ、ここはつながりません。浮かせてきます、ハーランドから右へ。40分を過ぎています、このボールはカットされます。スペースに出すと呼んでいた、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。さあ家永、アンダー裏を狙う、ボールを受けてシュート、来た、先制
このゴールどうご覧になりますか。そうですね、やっぱりこのレベルの選手になるとパスを引き出す動きとかフィニッシュの精度も高くてさすがですよね。いいゴールでした。さあガンバ先制ゴールを決めました。1対0いい時間帯に取れました。あ、だフィニッシュも見事でした。おっと驚きましたね。このまま終了した雰囲気もありましたからね。ガンバ大阪対いわき FC、 ガンバが2対0とリードして後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。ムシアラマッチアップのシーン、ゲレイロへインターセプト、堂安、これは合いません。ハツセ裏のスペースを狙う、いいでしょ。お、これいいでしょ。これはチャンス、いけるか。テオエルナンデス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。デブライン、固いディフェンス、このボールに触ります。ムシアラからエンバペ、自分で行く、投げる中央へ、スルーパスを出す、ハイルウォーカー、ここはカットします。遠藤から山下、遠藤から宇佐美、さあ抜けた、このパスを受ける、ペナルティーキックです。されましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやね、 PK での追加点はね結構メンタル的にきますからね。きましたけどもね、いいキックでしたね。さあガンバ3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。柔らかいボール、チャンスになる、チャンスきた、シュート、ゲット、決めてきましたね。ガンバが最初のメンバーチェンジを行うようです。さあいわき FC、 流れを変える1点となるんでしょうか。さあ繋がるか、ここは繋がりません。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ガンバとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。稲本と、これは繋がりません。半田、稲本、稲本から山本、抜ければチャンス、ムシアラドリブルで仕掛ける、さあ一気にカウンター、通るのかこのパス。相手の方が数的優位という状況でしたがディフェンス見事でしたね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。デブライン、このスルーパスは通りません。裏を狙っていきます。今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。全体的にコミュニケーションが取れていないのでああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。シャビアロンソから浮き玉のパース、ここは競り勝ちます。ハツセ、中谷へ抜けてくる、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。裏へのスルーパス、来たチャンスだ、マラドーナ、抜きに行きます。カウンターですよ。
厳しくチェックします。スペースを狙う。さあエンバペフリーだ。シュートと枠に当たり、ハーランド、ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。さあいわき FC、 このまま勢いに乗ってくるんでしょうか。まだ急げばチャンスありますよ。裏へ届くか。これは合いません。デブライネ、マラドーナへ。スペースを狙った。カイルウォーカー上がる。仕掛けるか。いわき FC としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。宇佐美、ガンバとしてはこのまま終わりたいですよね。はい、ゲームの締め方大事になってきますよね。さあカウンターを仕掛けます。さあエンバペ、エンバペ、おっとゲレイ、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。この手元の時計では残り時間あとわずか、もう時間がありません。アディショナルタイムは3分という表示です。シュート、決まった、追加点。フィニッシュ。相手としてはこれ止められないですよね。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし、素晴らしいカウンター。上です。4対2、ガンバこのゲーム見事な勝利を収めています。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ガンバとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ガンバが2点差で勝利しました。Today's match broadcast live on our club FM station.